違うか。これでいいな。皮が柔らかい。皮を傷つけないように繊細に丁寧に作業していきます。石だと綺麗に削げてますけど、刃物だとやっぱりこう皮自体を傷つけて切ってしまうということで、本当に石の凄さ実感しますね。これが油です。匂いしないですね。
それでは人生初タヌキをいただいてみたいと思います。まず赤身からいきましょうかね。タヌキは一般的にはネットの情報だと、まあ、アナグマはうまいけどタヌキは食えたもんじゃないとまずいという知識で私は見ていたんですけど、ちょっとね、どう実際どうなのか食べてみましょう。うわうわおおすごっ、うわ獣の香りがボワッきた。うわー、これはまんまで食うのきついな結構。あー、ちょっとね、じゃあ油もいってみましょうか。獣がすごい。あー、油いきます。あ、油は全然大丈夫だな。さっき食べた部位がただの赤身じゃなくて、なんかね、内臓だったっぽいんですよね。もうそれこそね、睾丸とかはなんかね、なんか普通の肉じゃなかったっすよ。それかも。油全然いけます。油は全然。淡白で、まずくないですね。変な匂いもしない、獣の。さっき食ったやつが多分、内臓のなんかだったと思うんですよね。来ましたね。最初のインパクトが、第一印象がすごかったっす。さあ、それでは、気を取り直して、赤身ですね。赤身をいってみましょう。これね、何のもつけてないですよ。お、うまっ、うまっ、全然、あ、なんだこれ。うまいじゃん。焼肉、焼きたぬき。え、全然美味しいぞ。なんか、ほのかに温泉卵っぽい香りはするけど、味は全然。豚とも違う。もちろん牛とも違う。味わったことない、まさにたぬき味。これはいけますね。いける。